どうも長島優美です。今日は先日めざまし8の SNS で募集しました私への質問たくさん寄せていただいたみたいで皆さん本当にありがとうございます。その質問に答えていきます。どんな質問が来るんですかね。ね、楽しみ。この中に入ってるね、これすごいね。本当くじちゃんも言ってましたけど堀池推しがすごいのよこんな風に長島の顔も貼ってくれてありがとうございます。では早速皆さんの質問に答えていきたいと思います。スタート。記念すべき第1問、こちら、長島アナの毎朝のルーティーンを教えてください。私は起きて、歯磨きをしながら前日の夜に放送されていた各局のニュース番組録画してるのを見ますね。まあ、朝ごはんもちょこっとつまんで食べて着替えて、だから起きてから30分以上はかかるかな、家出るまでに。そうですね、アナウンス室着いたら「声は人なり」っていう入社した当初にもらったテキスト本みたいなのあるんですけど、そこに滑舌の表みたいなのがあるんですね。それをまず一通りわーっとやって、その後ウイロウリっていう、またそれも滑舌練習になる、まあ、長い文章があるんですけど、そこの、まあ、ちょっと自分が苦手としているパートを低めの声でそれをわーっと読むっていう。バラバリバルバレバロビラビリビルビレビロブラブリブルブレブロベラベリベルベレベロボラボリボルボレボロラリルレロリルレロラルレロラリレロラリルロラリルレラルレロリラレロリルラロルリレラレリロルリレロラルリロルラレリラロレル。もう毎日が戦いです。みんなやってますよね。これにします。この前長島パパとの久々の共演楽しそうでよかったです。長島パパとの仲良しエピ聞きたいですありがとうございます。父親がオリンピックの時ですね、サッカーの日本代表についてコメントをスタジオでしてましたけど、長島昭弘さんに来ていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも優美さんにお世話になっております。ありがとうございます。こちらこそお世話になっておりますあのね、本当父との共演は緊張します父も緊張してるのがものすごく伝わってきますし、関西出身なんで、何かこうちょっとでも盛り上げようみたいな気持ちが変に勝っちゃうところがあって、たまにちょっと変なこと先走って言っちゃう傾向があるんで、いつそうなるかってヒヤヒヤしないとそのことがこの大会一番重要だと思います。高温高温多湿、そういうこと、はい、さすがさんドキドキしたもうなんか家でテレビ見てるみたいな。オリンピックのサッカーは父と一緒にテレビ電話で話しながらサッカー見てました。これ今のはどういう狙いでこうなってるのとか聞いて解説してもらったりとか、プライベートでコロナが蔓延する前は結構2人でランチにサクッと行ったりは月に1回ぐらいはしてましたかね。またちょっと電話でもしてみようかな。はい、行きましょう。次かな。ね、長島さんなりの結婚して良かったと思う点はどんなところですか。結構来てた。結構、結婚して良かったと思う点、やっぱり話し相手がすぐ近くにいるっていうのはすごく心強いなと思いますね。やっぱりコロナ禍で外にもなかなか出られないので、もちろんね、家族とか友達と電話でも話したりしますけど、やっぱり直接面と向かって話せる相手が、いるのは、で一番の理解者がいるっていうのは、なんだかこう気持ち的にどんな時もなんかリラックスしていられるような気はしてます。感謝ありがとう夫よ。次行きましょう。谷原さんの意外な一面教えてください。あ、これ気になりますよね皆さん。谷原さんは次から次へとそんなこともされるんですかっていう面がまだまだあって、スマートでハンサムにさってやってしまうイメージあると思うんですけど、意外とお茶目、ポップ
ックな音楽が流れている時とか楽しげなコーナーの時の BGM に合わせてダンスされるんですよ。そうだね、この動き、この動き、これ谷原ダンスです。それを見ながら、あ、今日も踊ってる、かわいいと思いながら谷原さんの意外な一面でした。では次、はい、こちらです。長島くじコンビ好きです。長島さんの似顔絵を衝撃的に描いていたくじちゃんの似顔絵を描いてください。ほんとくじちゃんのあの私の似顔絵すごかったですよね。でもちょっと似てたんですよね、悔しいことに。あれでくじちゃん長島王に輝きましたからね。よし、じゃあくじちゃんの顔を描くか。どうしようかな。くじちゃんは目が大きいから、じゃん、くじさん、上手に描けた。似てますよね。どう、あのくじちゃんの絵に比べて私の絵があまりになんか上手くて、どうですか。くじさんはあの目がクリッとして大きいので、まずこの目が印象的ですよね。あとこの産毛、ここにちょろっとした産毛があるのが可愛いんですよ。それがこれ、産毛。よく笑ってるんで笑顔、鼻もね、シュッとして。富士山描きました。はい、チキチキポーズをやってください。これはなにわ男子のってことですよね。はい、なにわ男子のなんでやねん見てますよ。チキチキポーズ、なにわ男子の勢いがすごいよね。応援します。続いてはこちらです。はい、長島さんのダンスが大好きです。ありがとうございます。ダンスを踊るときに大切にしていることを教えてください。そしてちょっとでいいので踊ってください。嬉しいです。まさかのダンスについての質問。私がダンス踊るときに大切にしてるのは、もし日本語の歌詞だったり英語の歌詞がついてたら、その歌詞をなるべく頭に入れて覚えて、歌詞も口ずさみながら踊る、こう自分の中で一つのポリシーにしてます。表情をつけながら歌って踊ってる人見ると、なんかね、あ、この人すごくかっこいいなって思うところがあるので、私もなんかそれは意識してるかな。ね、何のレクチャーこれ。いろんなジャンルの質問が来てますね。ありがたいな。旦那さんと喧嘩したらどちらが強いのでしょう。予想で笑。あまり喧嘩しない方だと思うんですけど、負けた企画がないってことは勝ってる。では次、はい、こちらです。目覚まし8で最もやらかした事故ありますか。YouTube スタッフがニヤ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 してるんですけど、まあ札を折ったことですかね、やっぱり。どちらのカレーがより売れてるでしょうかっていう A と B の札があって、あげた時にスタジオメンバー私だけが A の札を上げて、みんな B だったんです。当たった人だけがそのカレーを実際に食べられるっていうんで、ものすごい気合い入ってて、カキカレーか牛テールスープカレーか、カキカレーを唯一上げたら当たったんです。それに嬉しすぎて喜びすぎて、その札を机にぶつけて割りました。あれは事故だったね。でも美味しかったです、カキカレー当てました。あの後あのカレーをおばあちゃんが送ってくれて、そんなに美味しかったのねとか言って、見つけたとか言って、また家でじっくり食べました。美味しかった。いきますよ。
目覚まし8の MC に就任してから長島アナの目標は何ですか。ほー、すごい、こんな真面目な質問も寄せてもらってるんですね。ありがとうございます。私は目覚ましテレビからこうバトンをつないで目覚まし8だと思っているので、朝の明るい雰囲気っていうものを少しでもそういう空気作りできたらいいなと思って毎日やってます。やっぱり目覚まし8は結構ニュースを深く深く掘り下げるので、どうしても事件だったり、まあ、コロナ今でしたらこう暗い気持ちになりがちなんですけど、最初のランキングのコーナーなんかは少しほっこりするネタなんかも入ってくるので、そういった時にこういかに笑顔でみんなで話せるかっていう、スタジオの温め役みたいなことができればいいなと思ってやってます。スタジオのメンバー、コメンテーターの皆さんと、あとアナウンサー陣と、あと谷原さんとか、すごくチームワークいいと思うんで、楽しい感じはもっともっと出していきたいなと思ってます。はい、皆さん本当にいろいろな質問ありがとうございました。ちょっとでもいろいろ目覚まし8メンバーの意外な一面知ってもらえたら嬉しいなと思います。また谷原さん情報も集めておきますね。谷原さん本当ね、本当面白いんですよ。もういろいろ持ってらっしゃるんで、また谷原さんのお茶目な一面もしっかり情報をキャッチしておきます。さあ、ということで今日は長島優美の質問返しでした。本当にたくさんの質問ありがとうございます。